アウグスト・ゲオルク・ジンペルトは、ドイツのバーデン・バーデン編教博。ハプスブルク帝国軍の名称で、トルコ人、ルイの異名を持つバーデン・バーデン編教博、ルートビヒ・ビルヘルムとその妻で、ザクセン・ラウエンブルク公ユリウス・フランツの娘である、フランツィスカ・ジビル・タ・アウグスタの間の末息子で、バーデン・バーデン編教博家最後の当主。兄のルートビヒ・ゲオルクが、編教博家を継いだため、母。 フランツィスカの意向で聖職者となるよう教育され、1726年にはケルンの司教座聖堂参事会員、1728年にはアウクスブルクの司教座聖堂参事会員主席に任命された。しかし司教や広塚左教といった諸公の抜子にふさわしい地位を得られる見込みがなく、1735年には創籍を捨てて軍人に転校、同年の12月7日に、 アーレンベルク公爵家の当主レオポルド・フィリップの娘、マリー・ビクトワールと結婚したが、間に子供を授からなかった。1743年から1771年まで、シュバーベン・クライス所属の第三不評連隊の連隊長を務めた。1761年に男子のない兄から家督を継いだが、子供がいないためバーデン・バーデン返教博家の断絶は確定的となり、 1771年に亡くなると、医療は、桃園のバーデンドゥルラ派編境博、カール・フリードリヒが相続し、バーデン派境教博領は1515 15年のクリストフ一世の死に伴う分割相続以後、初めて統合された。ありがとうございます。